どうもこんにちは、ウロンです。今回は先日発売されましたブースターパックダークネオストーンにて登場したカードを使った合気デッキ、こちらをチューンアップしたのでお見せしていきたいと思います。合気デッキについては以前の動画で詳しくご説明させていただきました。もしもそちらが気になる方は上のカードあるいは動画の説明文のリンクないし動画の最後にもそちらに飛べるものを用意しておきますのでそこからご覧になっていただけたらと思います。合気の紹介をしたのってもうかれこれ2年近く前の話になるんですね。時間経つの早いなとか思いながらも。で、あの頃からまあいろいろと合気モンスター、合気カード出てたので、とりあえず紹介当時にいなかった合気モンスターの効果簡単に、さらっていきたいと思います。まず合気ヘッドバット。このモンスター手札の合気モンスターを捨てて場の合気モンスターを一体を対象に自身を特殊召喚しながら対象の火力を800点上げる能力、それから墓地に送られたら合気サーチのいつもの効果を持ってます。次にハックベアですね。特殊召喚成功時に場のモンスター一体の火力を半減させる能力、それから墓地行くと合気サーチのいつもの能力を持ってます。次にマンジロック。自分がダメージを受ける際に手札のこいつを捨てることによってダメージを半減する能力を持ってます。また場から墓地行くと合気サーチのいつもの能力を持ってます。それから合気フェイスターンですね。場の合気モンスター墓地に送って墓地の合気を蘇生するっていう効果です。全部能力自体はすごいシンプルな、ものになってます。他にもムーンサルトだったりとか、まあ、2プラトンだったりいろいろいるんですが今回はそっちは採用してないです。合気って連鎖的にこう合気をデッキから引っ張ってくるのでうまく繋がるとすごい手札があぶれるんですよ。なんで実は手札誘発とか握ってるとなんだろう、手札誘発残したいでも手札がいっぱいだからどうしようって時に合気をこう墓地にね手札からボロボロ落とすってことがたまにあるんですよ。で、それがすごい嫌なので、今回は、まあ、誘発少なめ、まあ、少なめつつも、まあ、ジートウララで、まあ、決して少ない枚数ではないんですが、まあ、5枠にして、残りは魔法トラップ、もうできる限りこう、伏せられるカード、場に置けるカードを、まあ、優先的に採用していこうといった形で、妨害系のカードも、できる限り手札から場に伏せることができるものを採用した具合になってますね。無限保有はそういう面ではかなり便利ですね。例えば高校とかでも手札誘発としても使えるし普通にトラップカード伏せて使うってことも全然できるしっていう面でかなり無限法要は、いいのかなと思います。はい、まあそんなところでそれ以外は特にあとは強欲な神ですかね。やっぱり強欲な神使って合気モンスターだったり合気再戦だったりあるいは強欲な神自体も戻せたりするので、いいのかなというところで、はい、仮面入れました。で、エクストラデッキはこんな感じになってます。その紹介当時は、グレートオーガしか存在していなかったので、だいぶ合気リンクモンスターを増えたものだな、ということで、じゃあ一個ずつ、交換見ていきましょうか。まずは、ジェットオーガ。合気モンスター2体でリンク召喚することができ、1ターンに1度、場の合気モンスター1体を対象に、対象を破壊し、場のモンスターすべてを攻撃表示に変更する能力を持っています。また、自身が場から墓地に送られた場合、自分の場の合気モンスターすべてターンの終わりもんで500ポイントアップするといった能力を持ってます。リンク2の合気モンスターということで、今まで欲しかった欲しかった本当に今まで欲しかった、リンク2の合気が出てくれたなと。以上邪道がつのもいるんですけど、まあ、今回はなんだろう、リンクマッカー的に相手の方に向いてないこいつを採用してみましたって感じです。まあ、邪道ガーも全然入れてもいいと思います。確かに邪道ガーはあれですね、リンク先のモンスター効果を無効にできるみたいな能力を持ってたりしてます。はい。まあ、邪道にするかジェットにするかはお好みで。まあ、一応今ジェット2枚なんで、ジェット邪道って1枚ずつにしてみるのもありかと思います。次にザ・ソリッド・オーガですね。こちらダークネオストーム2で登場したカードになります。このカード、リンク先に合気がいるならば破壊されません。また1ターンに1度ソリッド・オーガ以外の自分のメインモンスターゾーンの合気モンスター一体を自身のリンク先に移動させることができる能力を持ってます。なのでいざとなったら合気をパッと移動させてでソリッド側に耐性を付与してやるといったことができるモンスターになってます。次にザ・ブレードオーガですね。リンク先のモンスターの数かける300点自身の火力を上げ、1ターンに1度リンク先のモンスターをリリースすることで2回行動を得ると。リンク先のモンスターであれば何でもリリースできんで、まあ、相手のモンスターとかもリリースして2回行動ってことで。まあ、このモンスター1体でモンスター3体除去することができたりっていう、かなり、とんでもないモンスターかなと個人的には思ってます。ソリッドオーガーより優秀なんじゃない？本当に。次にサンダーオーガーですね。こちらも合気モンスター2体以上で出すことができ、このモンスターが場に存在する限り、ターンプレイヤーは、自分メインフェーズ時に通常の通常召喚に加えて、自身のリンク先となる、自分の場に手札からモンスター召喚することができるっていう能力を持ってます。まあ、要は追加召喚能力ですね。
三段王が残しっぱにすると相手にも召喚権与えてしまうんですが、まあ手札から出したモンスターと三段王が使ってリンク4度、5期モンスター出してやればいいのかなといったところですかね。また一応このカードリンク先のモンスターが戦闘効果で破壊された場合に、自身の火力を400点上昇する能力を持ってたりします。まあ正直この能力は使えません。次にマスター王がですね、5期の新たな切り札といったところでしょうか。合金モンスター2体以上でリンク召喚することができ、1ターンに1度自身のリンク先の合金モンスターを好きなだけ持ち主の手札に戻すことで、戻した数だけ相手の場の表側表示のカードを対象に対象らをターン終了時まで無効にする誘発促進能力を持っています。まあ、シンプルに強い能力ですね。相手のカードを無効にできると。またこれ、手札に戻すのコストなんで、仮にこのマスターオーガの能力無効化されても、リンク先のモンスター手札に戻すことができるので、スープレックスとか召喚時に能力を発揮する系統をこのマスターオーガのリンク先に出してやるとかなりいいのかなと。またこのカード相手モンスターすべてに1回ずつ攻撃することができるといった能力を持っています。ただしその場合は攻撃力の高い順にしか殴ることができません。なんで攻撃力の一番高いモンスターに殴りかかった時にもしもその攻撃を止められてしまうと連続攻撃ができなくなるって、そのデメリットもあったりするんですが、なんでしょうね、王者の風格とでも言いましょうかね。強いものから倒していくと。すごくね。男前な能力なのかなと。何のフォローしてんだ、俺は。そんな感じのモンスターになってます。さて、最後はジャイアントオーガですね。合気モンスター3体以上でリンク召喚することができ、バノ自身は戦闘で破壊されず、このカードの攻撃力以下の攻撃力を持つ相手モンスターの発動した効果を受け付けないという、3000以下のモンスター効果を受けないっていう、デフォルトでかなり強い体制を持ってるのかなと。また、バノ自身、またはこのカードのリンク先のモンスターを対象とする効果が発動した際に、自身の攻撃力を500ポイント下げることで、その発動を無効にする効果。そして1ターンにこのカードの攻撃力が元々の値と異なる場合、自身の攻撃力をターンの終わりまで1000点上昇する能力も持っています。なので対象を取った途端に攻撃力が下がるけど攻撃力がまた上がるよ、かえって上がるよっていう、そういったモンスターになります。ジェットオーガとかと組み合わせるとかなり強いのかな。ジェットオーガの効果で500点上昇して、その後に3つ目の能力、丸さんの能力使って、自身の攻撃力が1000ポイント上昇って4500でアタックみたいな、そんなこともできたりする1枚だったりします。エクストラに関してはもう文句なしでしょ。こんだけ合気入ってるやん。もうデストロイとジャド以外全部入ってます。いっそのこと入れればいいかもしれないですね、どっか抜いて。他のカードについてですが、特に言うことはないです。イゾルデが結構強いよっていう。あとは各種トロイメア。困った時こいつ出して除去しようね、みたいな。形になってます。いかがでしたでしょうか。合気はこうシンプルに、語弊を恐れずに言うならば、シンプルに戦うことを楽しむことができるデッキなのかなと個人的に思ってます。とてもいいテーマだと私は思いますので、皆さんも自分なりの合気デッキ作って楽しんで遊んでみてはいかがでしょうか。では、ここまでのご視聴誠にありがとうございました。この動画に対して何かありましたら、評価やコメント、チャンネル登録等していただけますと非常に嬉しいので、よければお願いします。では、次回の動画でまたお会いしましょう。ウーロンでした。さよなら。